サービスは、日常ではやってはいけないことができるというコンセプトを持った、サービスになっていて、今年5月1日に日本初上陸した、サービスになります。日常ではやってはいけないことをやって、本能的自我を表現してこう開放的になるというのを、提供しています。異世界へ突入するで本能的自我やってはいけないことができるっていう、普段自分が表現できない持ってるけど表現できないっていうのを、何か友達とか、恋人とか家族とかと一緒になんか表現してもらえたらなと思っています。今後はさっきのやってはいけないことができるっていうのをコンセプトにしていろんなサービスを展開していきたいと思っています。具体的には例えば斧を投げるサービスだったり、パイ投げをするだったり近々多分車を壊すイベントを企画してたりだとか、そういった日常ではできないことやってはいけないことを、サービスとして提供していきたいなと思っています。